はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、グンゼスポーツのスイーターケント店です。とってもいいクラブなんですよ。来てくださってるお客様も、そしてスタッフもバッチリです。で、ここはですね、バリアフリー OK というね、作りになっているんですよね。今日もレギュラーレッスンをね、させていただきました。はい、皆さんね、寒くなってきましたけれども、寒さに負けず動いて体の中から温まっていきましょうね。今日もですね、また皆さんと一緒にこの動画を通じて、一緒に動いていきたいななんて思っております。で、今日はですね、皆さんですね、白髪なんですけども、この白髪なんですが、ね、東洋医学ではですね、どういうふうに言われているかというと、腎、ね、腎臓の腎なんですけども、腎が弱まると白髪が増えますよってことなんですよね。まあ、あと耳もですね、この耳の調子も、あの耳の形自体が腎臓なんですけども、腎臓の反射区なので、耳も腎臓の調子を表していますね。まあ、腎臓って腎臓そのものっていうよりはですね、あの東洋医学でいうと腎の経絡っていうふうにね、言われてるんですけども、腎臓っていうのはですね、あの若返りの内臓ね、というふうに言われてます。だから腎臓が元気なほど若いですよってことなんですよね。そして、また違った方面からなんですけれども、あの髪の毛っていうのはですね、タンパク質とミネラルと脂質が必要なんですね。だから逆に言うと、これが不足していると白髪になりやすいですよっていうようなことも言われているんですよね。はい。で、運動療法的なものに関してはですね、振動ね、ですから、まあ、ジャンプ、激しいジャンプまでいかなくても、あの軽いね、跳ねるぐらいのバウンディングも腎臓の特性的には、ね、あの腎臓の、あの、を元気にしてくれる運動になるんですよね。はい。ということで、今日もですね、一緒に動いていきたいなと思うんですが、跳ねるところね、ちょっときつい場合は、こう、まあ、こういうふうに座っててもこうね、振動をかけてるわけなんですけれどもね。じゃあ、まずね、腎臓マッサージをやりましょう。この肋骨の下のあたりに、の裏に腎臓があるんですけども、こんな感じ。で、これをですね、まずはとこう振動をかけちゃいましょう。ね、これも、あの、まあ、腎臓の特性的に、振動をかけてますからね。そして、さすってダイレクトにマッサージです。前側、横側、後ろ側というふうにですね、触っていくといいわけなんですよね。はい、そうですね。じゃあ、ついでに、この肩周りとかもですね、タッピングしちゃいましょう。はい、腕も、そして耳も、この口を動かしちゃいましょう。はい、前から後ろへ。で、この前から後ろっていうのが、膀胱と腎臓の経絡になってるんですよね。そして、このうなじのあたり、はい、じゃあ耳は腎臓の反射区なんですが、口を動かすことで顔の筋肉、頭の筋肉、首の筋肉をほぐしていきます。頭蓋骨の調整にもなってます。はい、そして前から後ろは膀胱、腎臓の経絡、横は肝臓、胆のうの経絡、そして首筋をさすって、はい、この辺もね、サッサッサッってやってますけども、ね、はい、胸の骨、はい、腕を、はい、ね、振動をかけちゃいましょう。心臓をかけ、あのね、振動をかけながら、首の凝りも取れます。あの、この手首と首って関係があるんですよ。だから手首をですね、ほぐすっていうのはとってもいいんですよね。はい、反対もですね。で、寒くなってきた時はこの手首を冷やさない方がいいですよね。まあ、自然になんとなくね、私たちで寒いとこうポケットにね、手を突っ込んで、あの歩いたりとかもしますよね。分かってるんですよね。この手首が冷えると、ここの後ろも緊張しちゃうんですね。はい、じゃあ肘のとこです。ブラン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 、はい、ブラ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 、はい、そしてまた腎臓のマッサージ代わり。はい、じゃあここからはですね、立ってちょっと一緒に動きましょう。どこでもできる、スペースが狭いところでもできる運動ということで紹介していきたいと思います。で、この辺のお尻のラインも良くなります。はい、じゃあまずですね、こうブル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 としながら、タッピングしちゃいましょう。ブル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 、はい、で、あのバウンディングね、ジャンプまでいかなくてもいいですから、軽く振動をかけて、はい、腎臓のマッサージ感です。そして、あの寒い冬は腎臓が強点にもなり弱点にもなりますから、
ね、腎を高めていきましょう。腎のパワーを高めていきましょう。運動大事ですよ。そして腎臓が、喜ぶ味付けっていうのは塩辛さなんですね。でもですね、いいからといって取りすぎちゃうとまたね傷ついちゃうんですけども、ね、腎臓を補う、味付けは塩辛いものっていうふうに言われてます。寒いエリアって味付け辛いじゃないですか。まあやっぱね、そういう自然な体の、反応がちゃんとね、昔から分かってたってことですかね。でも取りすぎでもいけない。はい、では、おしまいですね。皆さん、はいですね。はい、前を。はい、そして、ラッピングします。はい、手をブラ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 回しましょう。1、2、3、4、後ろへ。1、2、3、4、はい、ブラ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 、そして側屈。1、2、3、ブラ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 。1、2、3、ブラブラブラ。さあ、ここからがこの辺も引き締まるんですが、足をクロスします。そしてここ仙骨のところがストレッチ効果が高まるんですけれども、まず軽く膝を曲げ伸ばしましょう。1、2、3、仙骨ってね、仙人の骨って書きますからね、大事です。はい、入れ替えましょう。はい、いきますよ。もしクロスするのがちょっときつい場合はね、あの足をこうこのままでもいいですよ。さあ、ここの仙骨が良くなります。1、2、3、4、5、はい、じゃあまた入れ替えます。今度は手の動きを加えますね。背中の凝りも取りましょう。1、2、3、4、はい、前から引いて1、2、3、4、はい、ここです。1、2、3、はい、次はですね、グラグラする可能性がありますが、肩こり緩和、そしてぐる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 、はい、入れ替えましょう。はい、ぐっと、ね、体を引き上げるようにして、はい、1、2、背中の凝りが取れてきます。前から1、2、3、4、このところです。背中、はい、ではですね、体側を1、2、3、引き締まります。グラグラすると思うんですが、そこをお腹をクッと引き上げることで安定させましょう。ほっ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 、はい、後ろをほっほっほっ、おー、はい、入れ替えますね。だんだん安定してきたと思うんですね。引き締まります。ここサイズダウンでいきますよ。はい、では今度はですね、手を外旋して、そしてこうしたいんですけども、ちょっと辛い場合はこうね、普通に繋いでください。はい、上に体を、上に引っ張るお腹を引き上げます。スリムボディになるのと歪みの改善になります。はい、じゃあこれをいいですか、こうしますね。1、こんな感じですね。2、体幹が引き締まりますが、骨盤から足も、骨盤も、整えていきますので、お尻から足のラインも綺麗になります。はい、逆です。1、2、3、はい、横です。1、2、3、反対です。1、2、3、皆さん頑張りましょう。グラグラしますよ。でもお腹を引き上げていくと安定します。はい、入れ替えます。そして手を今度はですね、後ろクロスできたらクロスなんですが、ちょっときつい場合はこうでもいいです。またもしこのこれもきつかったら手を腰にでもいいですよ。はい、いいですか。お尻をちょっと後ろに、骨盤を後ろにして胸開きますね。はい、でこれを今度は前側です。はい、1、頑張りましょう。背骨が良くなります。2、そして引き締まります。はい、3、4、5、はい、そしてですね、胸をぐっと押し出して前側、ここを伸ばしますね。前側、マイペースです。胸も押し出します。1、2、3、4、ピー、はーい、お尻を後ろへ。はい、この下がる具合はですね、
ちょうど自分にとって気持ちよいなって角度にグイーッとツイストします。はい、起こしますよ。そしてそのままでもいいんですけれども、足を入れ替えて胸をグッと押し出します。はい、骨盤を前側へ、ふーポン。さあ、いいですか、お尻を後ろに引いて、はい、この下がり具合はももやお尻が気持ちよい角度、そしてツイストします。1、2、3、4、5、バッチリですね。今ずっとクロスしてました。ここサイズダウンします。今度足を開きますけれども、この幅はマイペースで、さあ、じゃあグッとね下がりますよ。そしてツイストしましょう。1、2、3、4、ピーン。反対です。1、2、3、4、ピーン。はい、そして内ももを感じながら下がりますが、両手をできたら上に、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、今度は手をですね、よいしょっと胸しっかり開きますね。よいしょ、よいしょ。はい、じゃあ足の幅を狭めて、ね、自分にとって楽な幅にしましょう。で、おしぐっと体を引き上げて、こことここはアーチがあります。お尻をちょっと後ろ、ちょっと後ろ。よかったら深く、1、はい、2、3、4、5、引き締まりますよ。6、はい、7、8、9、10、はい、皆さん、回しましょう。さあ、そして、グッ、このままですね、こうスパイラルしますね。これでですね、足を動かしましょう。引き締まるウォーキングです。トルソーウォーキングです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。後ろに持ってきますね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。ほっ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 。ということで、皆さん、どうですか？引き締まりましょうね。体幹を使いながら、足とうまく連動、足と手がうまく連動しながらの、トルソーストレッチ、ね、そしてトルソーウォーキングを、紹介しました。でもね、これ私流にアレンジしたので、だからなおいいんですよ。仲いいんですよ。通常のね、トルソーストレッチって言ったら、こう体幹を伸ばしてるから、こういう感じなんですけれども、私流にですね、体の構造的なことで、整体整えて、より引き締まっていく。で、特に今日はですね、この引き上がるっていうことが自然とできるような、動きをですね、紹介していきました。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。今日のは割と狭いスポーツでもね、できる運動だったんですけれども、一緒に、ね、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。寒いけれどもね、動いて体の中からエンジンを高めていきましょう。はい、ということで、またね。ありがとうございました。グッドリーのパターン、よろしくお願いします。